はい、加藤です。ですね、1週間経ったので、この1週間のちょっと総まとめをしたいと思うんですが、何がいいかなと思ったの体重測ってないからねまだどっからも体重計届いていません。まあ、そんなわけで、ここ1週間 の、 その動画の中だったね、あの顔写真をちょっとずつペラペラ漫画にしながら、見ていったらどうかななんて思ってるんですが、ちょっと流してますね。こんな感じでしたね。うん、入れていきたいと思っています。まずは今日最初飲んでみた感想をちょっと動画にしてみました。ガッチャンでした。で、います。また明日報告したいと思いますね。よろしくお願いします。ガッチャンでした。いますね。はい。そんなわけで、明日も、また何かネタを探して、動画を撮りたいと思いますね。皆さんも頑張ってください。ガッチャンでした。お願いします。もちろん、甘いのは大好きですよ。脂っこいのも大好きです。炭水化物がなければ生きていけないぐらい思っていましたが、ガッチャン、もうダイエット中です。そんなわけで、もう2、3日。探さないでください。お願いします。ガッチャンでした。だんだん楽しみになってきました。ガッチャンでした。でなんですが、明日が7日目。相変わらず体重計乗ってませんが、明日も、なんか、面白い報告ができればいいなと思ってます。ガッチャンでした。しないですね。はい。そんなわけで、今日7日目、もちろん朝から飲んでます。で、水分もガンガン取ってます。でね、最近やっぱりちょっと周りからちょっと痩せたんじゃないって言われます。嬉しいなそんなわけで7日目のガッチャンでした。出ます。まあこんな感じだったんですけども、そうですね、まずはね、この頭で感じる空腹感とお腹で感じる空腹感の違いをよく分かりました。結論から言いますと、XM3 を飲んでると空腹感ありません。他のことやってるとお腹減ったのも忘れちゃうぐらい、そんな感じです。ですね、まあ、最後になって、スーパーミックスを飲んでみました。まあ、スーパーミックスと併用して、あとやったらいいんじゃないかなと思ってます。また違う、サプリ届くみたいなんで、それを引き続き試してみたいと思います。ガッチャンでした。